皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は未解決というわけではないんですが、個人的に裏がありそうだと私が勝手に思っている事件、大阪府熊取町連鎖自殺事件についてお話ししたいと思います。情報の間違い、不快な表現など含むことがあるかもしれません。そのあたりはどうかご了承ください。それでは、始めさせていただきます。1992年4月29日、木、A 君、17歳、が死んだ。A 君はシンナーを吸引しすぎて、ため池に落ちて死んでしまったのだ。A 君は暴走族で、バイクが大好きだった。暴走族の仲間たちはみんな悲しんだ。これはシンナーで酩酊状態に陥り、誤ってため池に落ちたものと判断された。一応この事件が、始まりの事件とされているよ。さらに続きます。1ヶ月後の5月29日、金、A 君の仲間の B 君、17歳、も、シンナーを吸引しすぎて心不全で亡くなってしまった。この段階では、町内でのシンナー吸引者に対する警戒を高めようとする啓発があった程度で、大きな騒ぎにはなっていない。さて、ここから奇妙な方向に動き始めるよ。その6日後、6月4日、木、A 君、B 君とも仲が良かった、C 君、17歳、が、玉ねぎ小屋で首を吊っているのが見つかる。警察は自殺と断定した。遺書は残されておらず、借金を返してくれ、と小さなメモが見つかっただけであった。葬儀には地元の仲間たちが参列し、その突然すぎる死を嘆き悲しんだ。C 君が、なぜ極端な手段に出たのか、誰も、動機がわからなかった。金を返すよう言われていたらしいが、そんなことで死ぬとは考えられない、と友人団。生前に白い車に追われていると言っていた。借金の額は小さく、自殺をするほど追い詰められていたとは考えづらいんだけど、それと皆さん、白い車という言葉を覚えておいてね。6日後、6月10日、水、婚約者が妊娠しており出産を楽しみにしていた D 君、18歳、が、自宅の納屋で自殺する。C 君同様に遺書はなし。D 君は暴走族の頭、ヘッド、を務めており、地元では有名な不良だった。婚約者と暮らす、新しい住まいも決め、まさにこれから、という時期に自殺してしまった。死ぬ前に、D 君は家族や友人にこう語っている。白い車に追われているにゃ、白のクラウンや、何回かつけられた、と。C 君の葬儀の際には、悲しむ仲間たちを、俺たちはしっかり生きていこう、と励ましていた D 君。そして C 君の自殺を誰よりも悔しがっていたのは D 君。人望は厚かったようで、当人が自殺した際、その葬儀には彼を慕っていた後輩や、近隣のグループからも参列者が詰めかけ、その数、400名にも及んだほどだった。また母親思いで、自分が会社を再建させ、母親を早く楽にしてやりたいと常日頃から公言しており、本人も自信をしてマザコンヤンキー、と評していた。自殺する前々日には、仕事先に持っていく本式のランチボックスを買っておいてくれるよう頼まれていたんです、と、母親は息子の死を信じられないでいた。
現場に駆けつけた母親は、ロープにぶら下がる息子の姿を指して、ありえない様子だった、と主張している。母親より、肩を怒らせて、前の方を睨むようにして、拳をぎゅっと握りしめとったんですよ。普通は体はだらりとなるでしょう。警察の人に私言ったんです。これでも自殺なんですか？って。いや最近はこういうのも多い、とか言われましたけど、首吊った体に細菌とか昔とかあるんですかね。あの夜は、息子が亡くなった前日にあたる、6月9日、夕方、私と一緒に食事をしたんですよ。友達と何かの約束があって、あんまり腹いっぱいやと具合悪い、言うて、ご飯も少なめに食べてね。出かけて行って、そのまま、普段と全然変わらへんかったし、白い車、について話していたことにも言及している。息子は確かに言うてました。過労がやったと思うけど、白い車にいつもつけ回されて、俺やばいんだよ、とか。息子だけやなくて、友達の C 君も集会の時、ふと後ろを見るといつもおるんやって。運転しとるおっさんの顔がどうとか、息子と話してたこともありますわ。ちなみに D 君の首を絞めていた縄の跡は、斜めではなく、真横についていた。これで死者は4名になりました。不自然な死、そして白い車。しかし死者はまだ増えるのです。一週間後の6月17日、つい、D 君が死んだと知らせを聞き、三重県から駆けつけた E 君、18歳、D 君と E 君は仕事を通じて友人になり、E 君は三重県の旅館で働いていた。D 君の通夜やら葬儀やらで久々に地元に帰り、友人たちと語り合った。ふと思いついて、前の彼女に会いたくなった E 君。友達と前の彼女に会いに行く。うち、結婚するんや。と、前の彼女に言われる。友達にロープを持ってないか、と尋ね。これに関して、あくまで冗談っぽく言っていた、という証言もある。その6時間後に、農作業小屋で首を吊っているところが見つかった。両手がビニール紐で後ろ手に縛られていた。検視官が来て調べたが、現場に争った形跡がなく、自分でも縛れる縛り方であったため、警察は自殺と断定。すぐ近くの民家の人も物音を全く聞いていない。首吊りの紐をほどかないよう、自分で縛ったものとされている。また、6月13日昼に、勤めている旅館に、明日帰ります、と電話をしているが、実際は帰らなかった。勤務態度は真面目で、服装もきちんとしており、ヤンキー風のところは全然見られなかった。金を貯めて、18歳になったら自動車の免許を取るんだと話していたという。そして、E 君も車に追われている、と友人に相談していた。それに関連して、自殺という警察発表に納得できない、D 君の母親が、E 君が自殺する2日前に E 君に電話で聞いている。母親が息子が白い車に追われていたと言っていたが、本当なのか、と問うと、E 君は、うん、俺と D は見た、と答えたという。このことから、E 君が三重県へ働きに出る前に、白い車、の話が持ち上がっていたらしいことがわかる。一連の自殺騒動の、約半年前。
これで死者は5名になってしまいました。本当に自殺なのか、白い車はただの被害妄想なのか、それとも、そして、まだ事件は続きます。6月25日、木、陸上サークルに所属する岸和田市職員 F 君、22歳、の遺体が見つかる。小高い丘の栗の木の枝に、シャツを引っ掛けて首を吊っていた。踏み台なしに手が届くような場所でもないにかかわらず、自殺と断定された。彼は亡くなった暴走族のメンバーとは一切面識がない。そして、踏み台も遺書も見つかっていない。結局、警察は F の死を自殺と判断したが、他殺説の可能性を捨てきれない地元の者たちは、その判断に首をかしげた。明らかに不可解なし、そして最後の死者が出てしまいます。一週間後、7月2日、木、午後8時過ぎ、体育大生のジーコさん、19歳、が下宿近くの町営グラウンド脇で血まみれで発見される。ジーコさんは首と胸を果物ナイフで刺されていた。発見された当時、意識は朦朧としており、違う、と、上ごとを繰り返していた。警察は自殺と断定。ジーコさんは自殺する2日前に陸上で県大会の自己ベストを取り、とても喜んでいた。そして亡くなる前日、テレビドラマの録画も頼んでいる。彼女もまた、友人に黒い車に追われている、と話していた。発見された当日、7月2日の夕方には、スーパーで買い物している姿を友人が目撃している。目撃した友人曰く、彼女は普段通りで、何ら変わったところはなかったそうで、やはり自殺する動機は見当たらない。左胸の致命傷の他に、首筋にためらい傷が残されていたことから自殺とみなされた。発見された付近は、午後8時の時点で人通りもあり、自殺に適した場所とは言い難い。どうですか？明らかに不審な点が多すぎるでしょ？地元では、たたり説、暴力団介入説、集団ヒステリー説など、いろいろ噂されたみたいだけど、結局すべて自殺で片付けられてしまったよ。特に死ぬ理由もなしに自殺してしまったり、たびたび出てくる白い車、や黒い車、さらに不自然な現場の状況。私は絶対裏で笑ってる人間がいると思うんだけどな。皆さんはどう思いますか？自殺の息を出ないと思いますか？ある意味、未解決より立ちが悪いよね。自殺で解決してるから、もう捜査はされないからね。それでは、またお会いいたしましょう。バイ。